18世紀にこういう辞書が盛んに作られ、売られるようになった。先ほど言いましたように生物画においてもいろいろと偶意的な要素潜まれていましたから、それを読み取るためにこういうもの辞書が必要になるということですね。その代表的なものがこのディーパー、人の名前です。ディーパーが作ったイコノロギアというもので、これ1593年に作られたものなんですけども、これはです、木版画の図が入っていまして、非常に分かりやすい代表がこのなんですね。これはアルファベット順にあらゆる抽象概念をですね、擬人化して人の姿に例えて、それに適した被り物、衣装とかその色とか、あるいは持ち物とか、あるいはそれに関係する付属の動物とか、非常に詳しい説明文を伴う優れものなんですね。例えば、ですね、まあ、アレゴリーというのは抽象概念を視覚化した図像表現だということを言っているわけですが、その場合に、ラテン語の抽象名詞の多くが女性名詞であるということから、中間的に女性の姿で表すということが多いんですね。でこうした擬人層にはですね、しばしば概念をより具体的に説明するために、何かを持っているわけです。持ち物を持っているわけですね。それを属性アトリビューと言います。属性アトリビューと持っている名が多いですよ。人とアトリビュート。これがセットで意味を表すということになります。そういうものなんです。例えば先ほどの欺瞞という言葉があります。欺瞞というのはなかなか人を欺くということですけど、その場合にはどういう図像に合わせているか、これ見てください。仮面を片手に持っていて、片方にはこれリンゴだと思います。リンゴを、これ2個持っています。リンゴと仮面を持っていて、顔が2つあります、この仮面。足元にサソリを持っている。さっきありましたね、サソリを持っていて、ミツバチを持っていて、足元に仮面があったよ。これは欺瞞だよ。それがここから出てくるわけなんです。そして真理。真理はですね、足元に地球儀、地球を踏んでますね。地球があります。そして太陽。ですから地球とか太陽、それを表すことによって真理を表す。あ、これ、神聖、神ですね。神の性質というものはどうやって表すかというと、ここに大きな株を持っているみたいに見えるんです。これは株じゃない。燃えている火です。火を持っているというのが神を表すというものですね。哲学。哲学が一番面白いです。これですね、この女性が着ている服はですね、これ、階段状になったピラミッドみたいな、ね。哲学の部位っていうのは、持ってもよくわかりませんけど、階段状の、思考を表すんでしょうかね。そういうような、服を着ているというふうに、まあ、こういうふうにその女性で表された擬人像とアトリビュートというそのセットで意味を、組み立てていくというところです。あのスキーさんが先ほどのように画面の人物を特定する場合にはこの図像集とかあるいは16世紀文学作品そういうものを参考にして意味を類推しているわけです。もちろん類推ですから、読み違えっていうことは当然あるわけですから、次々と新しい解釈をする人が出てくるということになりますけれども、16世紀には、いわばこのような類推の大流行があった時代だったということが言えます。ちょっとお話ししましょう。まあ、動物で表されている場合があります。これフェルメールという、これどっかで見たことあると思います。絵画の類推という、ここもタイトルそのものが絵画の部位という分かりやすい説明ですけども、教科書にもよく載っていると思います。まあ、これはモデルの女性をですね、描いている後ろ向きの絵描きさんの姿を描いたものですけれども、まあ、これもですね、ずっと長い間何を描こうとしたのか、絵描きの目的が不明だっていうふうにされてきましたけれども、今はそれが解明されています。モデルの女性はですね、頭に月桂樹の冠をかぶって、それからラッパと歴史の本、大きな本を持っているんですね。まあ、こんなおかしな組み合わせのものを何の意味もなく持っているはずはありません。もちろんこれはやはりアトリビュートで、歴史を司る神のこれクレイオン、
という姿を表しているんだということが分かりました。そういうような形で読み解いていくことができるわけですね。あとが面白いのは、ここにカーテンが書かれてますよね。時々ね、西洋の絵画にはこういうふうに画面の左とか上にですね、大きくカーテンが書かれていることがあります。これはどういうことかって言いますと、昔です、油絵が家にかけられていた時は、その前にカーテンを吊るしておいて、見る時だけそれを外して見るんだと。見ない時にはそれをまた引いて、手を守って、紫外線から守ってると。埃とか紫外線から守る、そういう習慣があったんですね。ですから、それをそのまま騙し絵的に画面に描いちゃったっていうのが、こういうカーテンに描かれている理由なんです。結構ありますよ。そういうふうにですね、西洋においては当たり前がありました。若干、あと、時間はかかりませんけども、日本ではどういうふうにその辺が書かれているか、見ていきたいと思います。なかなか難しい字です。カソ・ネハンズ。カソ・ネハンズってなかなか読めないんですけどもね。カソっていうのはこれ、果物とか野菜っていう意味ですね。ネハンズっていうのは、仏様、ブッダが死んで、横たわっている姿ということですね。だから野菜、果物、それもネハンズ。ちょっとよく見るとですね、わかんないんですけど、水墨です。これは江戸時代の非常に産出業者に長けた伊藤若冲という、若冲というですね、ちょっと変人だったんですが、何が書かれているかというと、これね、真ん中にです。大根がある。二股に分かれて、大根が後ろの上に横たわっています。で、その周りを、カブとかカボチャとかですね、いろんなナスとかね、そういう野菜と果物の類が取り巻いているんですよ。で、知ってる人は分かると思います。ネハンズっていうのは真ん中にブッダが横たわっていて、そして弟子たちがずっと周りを取り囲んでいるんですね。それを野菜で使う。ということは、これ単なる野菜を買ったいんじゃなくて、ネハンズの置き換えですよ。封印です。実はこの時にですね、伊藤若冲の、この絵を描く少し前に、若冲の母親が亡くなったと。だから多分この絵は、若冲が自分の母親が亡くなったことを、ブッダが亡くなった時に例えて描いたんじゃないかというふうに推測された。そういう図ですね。あと有名なものとしてですね、禅宗の方の絵において、固定とか、安山十徳、安山十徳というね、この二人がペアになっているんですけども、そういう絵、そしてここに虎がいてですね、虎が、虎と安山十徳と固定、この四人が、三人と一匹が寝ている図っていうのは、死水図っていうジャンルがあるんですね。これは加藤木庵、木庵という人が書いています。その時に出てくるのが、ここにね、筆が書かれているんです。安山という人はいつも筆を持っている人なんですよ。これアトリビュートです。もちろん。筆を持っている人が書かれていたら、これは安山だよってのは分かります。この絵はちょっと分かりにくいんですけれども、十徳の方は必ず宝器を持っている。竹ぼくみたいな宝器を持っている。だからこれが十徳なんです。そういうふうに分かるようになっているわけですね。固定さんというものはお腹が大きいよ。腹が出ている人って描きますけどね。で、固定と虎というものもこれがセットなんですよ。固定はよく虎を連れてるんですよ。虎が書かれた、親父が書かれていますと、これは固定さんだねっていうのが分かるように仕組みができています。あとこれ、これも固定さんなんですけどね。宮本武蔵っていうのは剣豪でよく知られている、血統を繰り返した人ですけども、年老いてからはですね、非常に水墨がうまくてです、たくさんいい水墨画を残しているんですが、その中で武蔵が描いた布袋ですね。布袋かどうかというのは、これは布袋さんは大きな袋を担いでるんですよ。袋を担いでるということで、この老人が布袋になる。これも当たり前ということが言えるわけです。こういうふうに、
いろいろとですね、その見ただけではわからないし、いろんなその形に応じた、あるいは持ち物に応じたあの意味の説明というものがルールになっているということがあります。これはちょっと外してみます。部位が、なぜこんな部位がというものが西洋において発達したのかなということですけれども、やっぱり人間は飽きっぽいですから、ある程度のことができるようになってくると、じゃあ今度はもっと別なことやろうね。ということで、ここでエスカレートしていくところがあります。ですから、多分人間がチャレンジするということの精神ですね、リアルなものが書けた後には、その意味というものをちょっとこう、ゲーム的に読み解いていくっていう方向、それが出てきたんじゃないのかな、と思います。もう一つはですね、ヨーロッパにおいてそういうことが発達したっていうのは、一つには、ヨーロッパ人にとっては、非常に理屈っぽいところがありまして、何らかの理屈がないと納得できないっていうのが、彼ららしい特性だって言われているんですね。理性の勝利の死なんていうのはですね、日本人に誰も隠していないんですよね。ところがそういうものが結構あります。だから音楽のことです。音楽の歌詞にこういうのビートルズなんかの歌詞においてもね、なんかなんでこんなことを歌うのっていうような理屈っぽさっていうかな、単なる感覚だけじゃないような歌詞が含まれているありますよね。あれはやっぱりヨーロッパ特有の精神だろうと思うんですよ。それでですね、あのもう一つは西洋っていうものがそのいろんな人種が住んでます。背景が違った人々がですね、一緒に暮らしている歴史っていうものを持ってますよね。そういうところをより集まって文化を作ってるわけですから、神とか理性とかについてですね、ある程度普遍的な考え方、概念というものを作り上げておかないといけないというか、社会が成立しないという、そういう課題を抱えていたから必要だったのかなとも思いますね。まあ、その点日本はみんな背景が同じですから、そんな必要がないわけです。だから感覚的に生活できてしまうと思うんですけれども、まあ、日本では言葉とか思考の厳密性をね、あんまりうるさく問わないというのも、そういうところから生じているんだろうと思いますね。さて、今日のまとめです。もともと、ほとんどの絵画というものは、何らかの目に見えない背後に意味を持っているものだったんです。これが基本です。見ただけではわからないというものが絵画だったはずなんですね。そして、部位画というものは、謎解き絵画の流行現象を代表するものでした。しかし、ここから大事です。例えば皆さんが知っているような絵画というものは、多分印象派以後の絵画のことを指していると思うんですよ。印象派以後の絵画というの絵画というものは、今日説明しているような分位とか、背後にある意味とか、そういうものが含まれていない絵画になってしまったわけです。そうすると、あるものは、そこにあるものは何かというと、線とか面とか色とか形という、目に見える造形的な、純粋に造形的なものだけを組み立てていこうという、感覚的に組み立てていこうという追求の世界なんですね。ですから、大きく違ってきてしまう。これが近代の絵画なんですね。だから、日本人にとっても、アレゴリーって何なんだって、私は分かんないよという人ばっかりになっちゃう。ということです。だからこれは、教育によるですね、アレゴリーっていうのはこういうものなんですよ。西洋や時の日本にもありましたよ。いうことをきちんと教えないと、手の見方がずれてしまう。ということ、絵が解釈できないというのは、しにくいというのは、そこに一番の理由があるんだろうなと思って、今日はその辺を少し丁寧に説明したつもりなので。さて、ギリギリになります。一応、絵画鑑賞について、これまで説明してきた中で、全体を見渡したということになっております。次回からは、発表ということで、具体的な発表をしたいと思います。今回のテーマは、レポートのテーマです。漫画です。今日はちょっと日本側の説明をしましたけれども、日本の文化っていうものの中で、ちょっと面白いのは漫画というのを、言葉は聞いたことあると思いますけど、実際どういうものがあるかっていうのを、ちょっと調べて、で皆さんにね、何か調べてくださいよ、レポートで調べてくださいよって言ったときにですね、やり方が分からない人が多いんですけど、
こういうのは簡単に考えてください。漫画だとは何かを調べましょうねっていうのは調べるためのトレーニングなんですね。やり方としてはまず最初、語源とか語義、言葉の意味というものを国語辞典の時点で最初に調べます、ね、この時に何をやるかって言ったらですね、百科辞典なんです。百科辞典は馬鹿にしてる人が多いんですけれども、百科辞典は大体ですね、基本的なことは書いてますが、まず次に百科辞典を調べます。レポートはちょっとしかカットがありません。あのできないものですから、できるようにすることはできます。だって百科事典を見た中でですね、あ、これとっても面白いな、ちょっと関心を持ったぞっていうことだけでいいんですよ。それについてもう少し詳しく調べる、百科事典の別の項目に行くなり、それでちょっと専門誌に当たっていくなり、一つのことにちょっと深くしてこだわってみる、そういう書き方をするといいと思うんですよね。ですから今回のレポートに関しては普通の辞書をしてる、それから百科事典を見て、もう一つ何かちょっと面白いこと、関心を持ったことについて調べてみよう、その辺のやり方でアプローチしてほしいなと思いますね。はい、じゃあ今日はこれで終わります。